本日はね、カナダの硬貨を紹介いたします。カナダドルですね。手元にこれぐらいありましたので、ちょっと見てみましょう。すべてエリザベスマークがついておりますね。これはね、いくらかな。これは、カナダダラーと書いてありますけど、いくらかわかりません。それからこれはシカのマークで25セントです。こっちも25セントでした。それからこれが5セントで、このマークはね、ビーバーかなのマークでしたということですね。カナダのね、話題としましては、最近ですね、トルドーというね、カナダの大統領ですかね、代表が離婚したというニュースが出ました。そして問題はその離婚の理由なんですけど、なぜこんな時に突然ということなんですが、奥さんがですね、その旦那がまあそのゲイっていうんですかね、いわゆるそのホモであるということをまあそのまあ知ってたんですけど、反省してないと。で、まあホモをやめようとしないっていうことで、もう離婚するっていうことで、まあそうなったというんですね。で、まあちょっとネット上ではね、フランス大統領のマクロンとホモ関係にあるというね、ホモ立ち関係だということがまあ出ておったんですが、まあその他様々なそのまあね、このホモという言葉ももうちょっとあんまりAI に引っかかるといけないんで、妄報にしてきますけど、このね、非常にこの一般のそのなんて言いますか、この倫理観道徳観のある方たちにとってはええっていう話なんですけど、この妄報文化というのはですね、ハザールマフィアの皆さんにとっては、この、まあ、由緒正しい昔からの伝統文化なんですね。で、それについて、まあ本当におぞましい話ではあるんですけど、深刻な問題なので、今後ね、EBS ですね、発令された時も、この人たちが何やったかってことは、出ますので、まあショックを受けないためにもね、この妄報文化について少しね、話します。私も話したくもないことですけど、でも、仕方がないんでね、ということです。で、なぜ仕方がないかと言いますと、昨日もね、母親がですね、80歳の母親が90歳の父親と一緒に、まあ、7時の NHK ニュースを見ているわけですよ。そしてですね、ジャニーズ事務所に、その、まあ、なんて言いますかね、この性的被害とか、うんぬんとか言ってやってるわけですね。で、国連がやってきて、人権侵害だぞっていうね、この少年、って言いますか、子供に対するね、性的被害っていうものを、まあ、これは人権侵害だし、それをまあね、隠していたマスコミも、そういう隠蔽体質はもうやめろというね、まあそんなような国連のね、見解が出ましたですね。で、80歳の母親は、90歳の父親に対してね、性的被害って何のことって聞いてるんですよ。で、まあ、ご夫婦ですからね、まあじっくり話し合っていただければいいとは思うんですけど、父親ももごもご言うだけで、ね、ジャニー北川氏が、その、まだね、小学生や中学生の子供に対して何をやったかっていうことについては、要説明せえへんわけですわ。ですから、残念ながら、私は母親にはね、日頃から、ハザールマフィアって悪い奴がいてね、って、こいつらがもう本当に世の中くしゃくしゃにしてるんだよっていうことを一生懸命説明するんですけど、全く聞く耳を持たずにね、そして未だにその、ジャニーズ事務所って何って聞いてるんですね。で、まあね、この、まあ、なんて言いますかね、その、紅白とかね、テレビつきますとね、国民的英雄のスマップさんですとかってやってるんですけど、誰がそれを国民的英雄と決めたのかっていう、私全然応援してないんだけどっていう、もう個人的にはそう思ってるんですよ。ね、国民的アイドルの AKB さんですけど、国民の誰が決めたんですかって、私国民だけど、あの人たち応援してないんだけどって言うんだけど、テレビはさって言うんですね。これがもう洗脳の始まりなんですね。で、まあ、この、ジャニーさんがね、まあ、子供たちに対して何をやっていたかっていうことについては、まあ、
そうですね、まあ、週刊文春あたりをじっくり読んでいただければ、もう毎回、毎週書いてありますから、ね、吐き気を催しながらも真実に向き合う、ね、勇気のある方は、やはり、いずれ真実は晒されるわけですから、見なければならない、というふうに思っておりますね。で、この妄報文化はですね、まあ、この、さらに深刻なんですけど、なぜ深刻かと言いますと、このアライアンス側がね、なぜ今、このジャニーズを、まあ、その、表に晒したかっていうことなんですけど、この妄報の奥には悪魔崇拝があるんですよ。で、この支配者層という人たちは、まあ、レプティリアンという変な宇宙人なんですけど、この変な宇宙人の上にまた悪魔がいるわけですね。この悪魔の命令に従ってロボットとして動いているのが支配者層という人たちで、その人たちが政財界のトップに君臨しているし、芸能界にもいるし、テレビ局にもいるし、CMRR などのスパイの集団にもいるしっていうね、それで人類を支配しているというのが、まあ、今までのね、歴史だったわけですね。それで、この悪魔崇拝者ってやつは、妄報も文化として持ってるんですけど、もう少し言えば、妄報行為をした者同士はお互い仲間として認め合うわけですね。逆にこの妄報を拒否した人間は仲間ではないと。だからジャニーズの人たちも言ってましたけど、この夜中になってね、ジャニーさんが襲ってきた時に、妄報を受け入れた少年はちゃんと舞台に出れるんですけど、妄報を拒否しますと、全面出してもらえないってこと言ってましたね。そういうことなんです。ね。一緒にこういう変態行為をした者は仲間。変態じゃない普通の人間は仲間じゃないっていうのが、この悪魔崇拝者の、まあ、一つのね、儀式なんです。で、彼らはそういう儀式をやるんですけど、その儀式の中に非常に残なことですが、一回だけ言いますが、子供の生贄行事というのがあります。はい、これについては、ヨーロッパの方ではバカチンのね、なんて言いますか、教会の地下から、子供の人骨がいっぱい出てくるので、一体それは何なんだということは昔から言われてはいたんですけども、これがまあ、悪魔崇拝者の生贄儀式です。で、被害者がものすごい数います。アライアンスはそういう元と、そういうね、人たちを救済したりとか、助けに、まあ、行ったりとかね、そのために戦っているんですけど、これが、まあ、彼らのやっていることなんですね。まあ、なぜそのような変質行為をやるかということなんですが、とにかくその、倫理的、道徳的に狂った人たちなもんですから、そういうですね、正しい文化を壊すというのが、まあ、彼らのね、まあ、一つの、まあ、仕事なわけですね。そういう、まあ、狂った、集団が、まあ、今までのね、地球文明を支配していたということです。この妄報については、歴史的にはね、旧約聖書創世記に、ソドムとゴモラという町が出てきますね。で、この町は悪魔が支配している町で、もうその、まあ、道徳的、倫理的にもうめちゃくちゃな国だったわけですけど、ここへ、まあね、旅人の男性諸君が通りかかると、必ず、妄報がやってきまして、襲いかかってくるというね、そういうことがちゃんと記述してあります。ですから、昔から悪魔を崇拝する者たちにとってはね、この妄報と生贄っていうことは、彼らの文化なんですね。大変、おぞましい出来事なんですけど、まあ、これが今ね、テレビでもまあ、明らかにされているという状態になったと思いますね。で、この妄報の奴らはですね、とにかくその正常な人権感覚を破壊するっていうことを目的で頑張ってますので、例えば最近ね、これもまたテレビつければ LGBT いっぱいいます、言いますよね。芸能人とか見てるとなんかこれ男なのか女なのかわからんような人たちがいっぱい出てきますよね。その人たちばかりが前面に出るでしょう。で、これは何かと言いますと、その男性女性という区別をくしゃくしゃにしてしまって、その倫理観道徳観を破壊するというね、まあそういう彼らの運動であると私は思ってます。ただこれね、難しいのは、中に本当にその肉体的にも精神的にもね、中間であったり、そのまあ外見と中身が違うって方は本当におられる可能性が私あると思ってるんで、
問題はそこなんですよ。だからエセ左翼っていうのはそういう一部の現象を使って全ての道徳観を破壊していくっていう、そのやり方なんですね。だからグレタと一緒で、確かに二酸化炭素はいけないんだけど、増えすぎはいけないんだけど、結局それを大騒ぎして、二酸化炭素を出したやつから全部税金を取るという、そっちの自分たちのね、利権の方へ持ってこうっていうのが、ハザールマフィアのいつもの手段ですから、気をつけなければならないんですけど、じゃあ LGBT の人はそんなにおるのって話ですけど、まあいっぱいいますけど、一つその、これは厄介だなっていうことはですね、事例は、まあいっぱいあるんですけど、東京オリンピックの時にね、重量挙げの競技がありましたね。で、女子の代表のところに、女子のね、決勝の、まあ金メダル取ったその中国の代表の選手いたんですけど、まあこれ動画とかで見てください。この中国代表は、どう見ても男性です。もう見た目も体ももう男性なんですね。男性が女性の重量挙げの種目に出てきたんです。そして優勝しました。で、本人はインタビューにね、答えて、あなたは男性じゃないんですかって言われたら、私は心は女なんです。だから、女性の種目に出て優勝したのですって言ってるんですね。で、私はね、これに対してね、本物のね、心身ともに女性だった人たちは、金メダルが取れるチャンスがなくなっちゃったわけですよね。男がその女の種目に入ってきたわけですから、体力的に有利なのは決まってるわけですよ。だけど誰もそれに苦情が言えない。ね、それはなぜかと言いますと、このオリンピックという組織がね、そういったハザールマフィアの利権でできているからっていう一つの、証明でもあるとですね。で、これに対してアライアンス側のね、まあその政治家と思われてますのは、アメリカのトラッシュは、女性の競技に男性が参加することを禁止するってね、私がまた戻った時は女性の競技に男が参加することを禁止すると言ってますし、プーチンはもっとね、はっきりとこの LGBT というのは、まあ、不正が含まれるということを言ってるんですけど、これはその、まあね、ハザールマフィアの、まあ、親分である悪魔崇拝者が、毛包文化を持っているということの一つの、まあ、証明であって、そのことが、まあ、今ね、ジャニーズ事務所の問題として日本国民の皆さんに早く気がついてくださいよと、ね、この世の中は芸能界も、ね、金融界も政界もこんな変態でね、占められていたんですよと、ね、でこれ今日はカナダの話ですから、カナダの皆さん知ってますかってね、お宅のトップのね、トルドーは毛包ですよということを、まあ、アライアンスがね、まあ、発表したということだと思いますね。まあね、ここまで聞いてね、効果の話だと思ったら、なんとおぞましい話なんだっていう、このことなんですけど、まあ私の番組は貧乏論とか陰謀論の番組ですから、まあ、不快に思われた方はね、ちょっとこの先を聞かないでいただきたいと思うんですけど、やはりね、ショックが受け止められないっていう方もおられるとは思うんですが、今後ね、こういった情報開示が進んできますので、もう真実を見たくないとかね、知りたくないっていうのでは、まあちょっと済まされない世の中になっていくというふうに思ってですね、私もこのようなことをね、話させていただいております。で、この全体像としてね、まあみんなこういうことを、まあちょっとずつ気がついて、なんか世の中おかしいよなって思ってると思うんですよね。で、例えばね、そのワクワクを打った人たちが今どんどんこう病んだりね、亡くなったりしてるんですけど、おかしいよねって、あれ薬のはずだったよねとかね、じゃあそんだけ強烈なウイルスって今一体どこ行っちゃったのとかね、なんでその静岡県知事はね、あれを打つと死ぬって言ってみたり、県知事のうちね、3人しか打ってないですね。あと40何人の県知事はインタビューに対してね、ワクワク打ってませんと。で、愛知県知事は答えなかったとかね、そんなおかしいのをなんで私たち一般庶民に強制してきたのっていうね、強制じゃないです。あなた方が自主的に打ったんですって言うけど、あんな風に言われたらね、もう断れないじゃないですか。だから、こういうことって一体何なのっていうね。今世の中で何が起きてるのっていうことに対して、簡単に申し上げますと、私はこれは古い文明の終焉というふうに考えます。古い地球文明の終焉ですね。古い地球の文明が終わり、新しい地球の文明に今移り変わる最中であると。だからガタガタしているよってことなんですね。で、まあ他の動画でも言ったんですけど、アセンションっていうね、動画でも言ったんですけど、
今起きていることは地球が次元上昇しているということで、今までね、3次元という周波数の、まあ、低い波動のね、地球だったんですけど、それを今5次元に上昇させているっていう、そういう話なんですよ。これはまあ地球自体がそのようにもう移りたいっていうね、こういう低波動のハザールマフィアに支配されて、もう殺されそうだから助けてって言ってね、地球は実は生き物なんですけど、5次元の周波数に今移動しているので、その時にこの低波動のね、ハザールマフィアをはじめとした、その低次元の人たちを振り落とすっていうね、そういうことをやってるんだっていうんですね。ですからまあ古い文明は今終わってね、新しくなっていくっていうことで、まあ情報開示が起きているっていう、ことだと思います。で、情報開示の中にもいろんなものがいっぱい出てきますけど、例えば、アメリカのね、議会では、その、UFO がね、確認されたとか、そこに宇宙人が乗っていたということをもう2回か3回議会で軍人が、証言しましたね。ですから地球外生命体はいます。もっと言えばですから私たちの地球が今まで変な宇宙人に、占領されていたんですけど、その変な宇宙人をやっつけて助けに来てくれる良い方の宇宙人もいるっていうことをこれからね、発表すると思います。で、今までね、宇宙人って言うと、エイリアンみたいな怖いやつが襲いかかってくんじゃねえかってね、ハリウッドの映画で、もうね、みんな散々だと思ってるんですけど、このハリウッド自体が今ね、もう倒産してるじゃないですか。ね、ですからあれって洗脳機関だったんですね。だからマスコミとかね、映画とか芸能界は結局支配者層がいかに一般大衆をね、コントロールしやすくするかっていうことで、影響力のある人物を使ってですね、この大衆をね、コントロールするというね、まあそういう道具だったというふうに聞いておりますね。情報解除の中にはいろんなことがありますけれども、まあこういったね、悪い宇宙人であるハザールマフィアによって隠されていた6000の特許が、公開されます。その中にメドベッドというのもありまして、要は全てのね、病気がまあ数分もしくは数時間で治ってしまうという治療器具もあるということとか、まあ結局そのメドベッドにしてもね、その量子コンピューターシステムに、よってね、成り立ってくるという金融、のね、不正が一切行われない金融ですね。それスターリンクシステムって言うんですけど、こういうその宇宙人が教えてくれた新技術が全部ね、公開されるというね、そういった段階に今入ってきているということですね。で、金融の話ですけど、イラクではね、ベーシックインカムが始まったようです。ただレートの発表はまだですね。この為替レートがね、発表された途端に米ドルが終了します。米ドルが終了すればね、ハザールマフィアの中央銀行は全滅しますので、これによって金本位制の世界になりますね。これでもうお金のインチキができなくなるということで、ブリックス諸国が金本位制をやってますけど、そちらの方にアフリカも全てね、参加するところになりましたね。これでアフリカはハザールマフィアのね、奴隷国家という立場から、まあ、完全独立したと思います。そして、イラクもまあね、独立しているわけですので、いわゆる石油本位制ですね、石油を担保として金を印刷するというハザールマフィアの作戦はもう壊滅と。それからベネズエラもブリックスの、ね、方に、まあ、加盟するということを、まあ、発表しましたので、これで完全に米ドルはその担保としての石油を奪われたわけですので、サンドマン作戦ですね、これから米ドルをアメリカ国債をね、全ての国家が投げ売りしまして紙切りにするという作戦はおそらく来週ね、行われる可能性高いというふうに私は見ています。ちなみに日経平均は先週ね、だいぶ下げましたね。ですから株式相場もまあパンク寸前と言いますか、まあわかりませんよ。まだ向こうが抵抗してきたらまた一回戻るかもしれませんけど、でも、サンドマン作戦が成功すれば株式相場は、パンクしますから、今株を買っている人はちょっと危険かなと思って見ておられた方がいいと思いますね。とにかくハザールマフィアのインチキ金融、そしてそのインチキ金融によって私たち人類を奴隷にするというね、この低波動の世界が、破壊されますので、そういうわけで、ビッグモーターから始まりまして、保険会社がみんな詐欺とかね、でまた自民党の何ですか誰かしらがそのね、競馬の金屋とか言っておきながら賄賂もらっとったとかいうやつがアウトとかね、まあ、結局ですね、全部これらは KCIA と言いましてね、
統一教会、つまりコリアンの CIA が裏でね操っておったということなんですね。こういうのはハザールマフィアという今組織の実態ですね。ですからもう世界中で、動き出してますんで、まあ時間の問題と言えると思いますね。そして最後のまあそのなんて言いますかね、とどめと言いますか、合図はですね、まあアメリカにおきましてバイの逮捕ですね。バイの親も息子も逮捕される証拠はすべて出ておりますので、いつでもできるんですが、それをやろうとすると必ず彼らはね、トラッシュの方をまたね、訴えてくるということで、まあトラッシュが今3回目の起訴をされておりますね。で、まあ捕まるってことはないと思うんですけど、仮にトラッシュを捕まえた場合ですね、まあ軍隊が動くと言われています。もう不正選挙のね、証拠は揃っているので、そういったことをね、無理やり FBI がやろうとしますと、今度は軍が出てくるだろうというふうに言われておりますね。ですからもうまあ、なんて言いますかね、かなり大詰めに入ってきているというふうに、まあ、私以外の、まあね、貧乏論業界の人たちもみんなに伝わっていっているということですね。ということでね、まあ、世界は激動の時代になっておりますが、私たち一般庶民ができることはね、とにかく悪に加担しないことです。ね、これはやはりハザールマフィアが仕組んだ悪いことだなっていうものはね、いくらお金をあげるからと言われてもね、関わらないようにしましょう。そして、些細なことでもいいのでね、世のため人のためになるようなね、良いことをコツコツと行いながら、このね、世界の改革が成功していくことを願っていきましょう。まあね、結局その、この世界は、一人一人の集合意識でできていると言われております。ですから、一人一人の意識が下がれば下がるほど悪い、世界になってきますし、一人一人の意識が上がれば上がるほどより良い世界になっていくと言われてますので、とにかくそのね、インチキをしたり、ね、悪意を持った物事をね、企てたりっていう、そういう人たちが一人でも少なくなり、ね、悪に対して反省をし、ちゃんと真面目にきちんとね、正しいことをやっていこうっていう人が増えれば増えるほど世界全体が良くなりますので、まあね、この今日の私の話をね、聞いてくださった方感謝でございますですけども、なんとかね、この世から不正をね、なくしまして、より良い世界をね、作っていこうということでね、本当に些細なことでいいんで、ね、私も頑張っていきたいと思ってます。はい、どうもありがとうございました。